くれました、これも七夜さんですね、これ七夜、うん、入ったことあります。今からですね、これメガネが入ってるんですけどね、出前じゃないんですけどね、これメガネをお二人の方にですねちょっと見てもらうために、出前のような感じでメガネを持って、現地に向かいます。今お客様のところにメガネを届けに来ました。ここが、ファミレスですね。ここから今からまた夢中になってしまってたんで、今から山の上に行きます。またいつも通りですね。今が11メートルですね。上は多分550ぐらい。走行を過ぎまして、さらに上、さらに上、さらに上、上、上に行きます。上です。ただ、さらに上行きます。ここが山頂公園です。さらに上までに行くにはこの下を降りてきます。そうですね、下まで降りてきてあそこを狙ってきますので、まず一回下まで降ります。こちらで大変分かりにくいですが、ここから実は階段があります。この道を通ると上まで行きます。まあちょっとここで人に会ったら正直ちょっと嫌ですよね。おそらく香港島で行ける一番高いところです。どうも、今日も一本やらせていただきます。こちらですね、これです。一世三宅さんとアランミクリのコラボですね、これなんですけどね、実はねこれすごいかっこいいんですよ。この段階まで畳みます。で戻すとこんな感じからまで戻ります。これね、ほんとすごいいいメガネなんですけどね、形もね斬新で、で元々は6万3000円ほどするんですけど、でもう今販売は終了してます。うちだと2万円ぐらいなんですけどね、ほんといいメガネなんですけど、なかなかまあ形が斬新なのか出ないですね、売れない。でも本当に私としてはとってもおすすめ。ピークの山頂でした。ここは普通は人がいません。頭が冴えるね。